はい、皆さんおはようございます。ねえ、薄のような本当の輪っていうね、輪はわーっと驚くね話ですよ。話と書いて輪です。はい、それから沖縄の輪、それから輪になって踊ろうね、輪になっていろんな話をねっていう輪です。そんなお時間、30分お付き合いください。今日はね、11月の6日日曜日、いかがお過ごしでしょう。なんだもう今年も残すところあとわずかという感じではあるんですけど、で、ここ FM 宜野湾、FM 小座同時放送でお届けしています。メールアドレスね、797-797@fmginowan ね、ginowan.com ですね。お便りお待ちしてますよ。うん、それから、YouTube で見れますね、聞けます。それから、アプリリースラジマイチューナーレジオね、簡単にダウンロードできますので、ぜひぜひね、いろんな聞き方で放送を楽しんでください。というわけでね、今週もうそんみたいなお話ね、お届けしていきながらね、楽しみたいと思いますけどもね。はい、今週もですね、W.O. イーストの、北条正弘さんね、社長をお迎えしてますが、おはようございます。はい、おはようございます。もういつもいつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそすごい方であったりねあの、ね、本当にもう皆さん何遍も言うんですけど、本当です。で、本当にすごい方々、本当にね、びっくりしますね。で、今日もね、すごい方これね、お迎えしていきたいと思います。今日ここはね、FM 宜野湾のスタジオなんですが、東京と、東京のね、新宿区というところとね、つながってます。今日ね、ちょっとゲストにまたね、いろんなもご苦労ももうね、携えながら、音楽業界でね、知らない人もいないと言われている、はい、僕も師匠と勝手に言ってますけども、株式会社バッドミュージック代表取締役の門池光則さんですという感じであります。門池さんはね、音声連っていうね、団体ね、連盟の一般社団法人音楽、制作者連盟の理事長も歴任されてね、僕が音楽業界に入った、出版社とかに入った時に、だから23歳、若かったな、23歳ですよ。血流も良かったんだろうななんて思いながらね、ジュンスカイウォーカーズね、バップレコードというところからデビューして、その後ラママというライブハウスでミスターチルドレンに出会いましたね。ピローズね、ピローズ、ザ・ピローズ、今度12月のね、今年3、4と沖縄公演、桜坂セントラルで、12月の3日、4日土日にね、公演が決まってます。久しぶりに会いに行こうかな。はい、それから、ミシェルガン・エルファントね、素晴らしいアーティストを世の中に輩出して、今なおね、その音楽シーンを席巻するアーティストをたくさんたくさん面倒を見ている、素晴らしいナイスガイ、でもちょっとおじさんになりましたということで、35年のお付き合いをさせていただきありがとうございます。門池光則さん、はい、門池ですちょっと距離を感じるのはやっぱり沖縄とあれですかね、門池さん。いや、あんまりもうね、そちらの方がお元気なんで、ありがとう。どういう感じで話すればいいのかなってちょっと戸惑う感じながらいますけど、はい、門池さんにね、なんかこうラジオを通してなんかね、声聞きたいなと思ったのは、多分もう僕なんかのわがままをずっと聞いてくださってたじゃないですか、ツアー先であり、ね、僕の大好きだった、いや今も大好きですけどね、ジュンスカイウォーカーズをね、ずっと育成されてね、一緒に仕事をしながら35年も経ってしまいましたよ。すごいね。すごいですね。ね、来ましたね、東京で忙しい中も私が行ったらね、なんかみんな集まってくれて、門池さん最初、そうですね、あの時だって渋谷で門池さん一、ね、読んどいて、僕らが遅れて、門池さん一番最初に来ててすいませんでしたいやもうまあね、みんなこう元気で会えることが一番嬉しいですよね本当に。フェイスブック見ててもね、門池さんがいろんな仲間にね、愛されてる様子をいつもお見受けしてるんですけど、門池さんね、おつなぎしなが、したかったちょっと理由が、改めて申し上げると、ほら、フェイスブックであれじゃないですか、我々の年代、もう僕も、35年ですから、門池さんともう60近いんですけど、鶴ちゃんだって、ね、宗清さんだって、まあ、58、59、60、61。ね、病院からのさ、写真がフェイスブック載ってて、フェイスブックね、みんな上げてね、ねえ、ちょっともう、そんなの想像もしなかったわけですよね。人工股関節とかね、入れたりとか、そう
うん、大変なことで苦労してるなと思って、うん、そうで、あるね、あの和代さんの、うん、共通の、お友達もあのほら若年性アルツハイマーってね、うんうんうん、行ったりとかで、うん、なんかね、うん、僕はすごく思ったんですよ、本当にね、うん、今まさにね門口さんにもお伝えしたいなと思ってた、やっぱり水素ガスをねこうやってこう吸引してても、うん、別にガスっていう感じしないはずなんですよね。全然しないね。すごいその血流変わってますでしょ。うん、全然変わったね。あ、うん、そうだ、あれ見てそう、そういうね、サモグラフィーじゃないけども、うん、血流を見る、なんつうの、あれ、なんつうの、ね、あれ見たら、スコープで見たら、うん、はっきり見えた、うんうんうん、そうなんですよ、うん、僕もそれを1年、あ、2年ぐらいかな、前に、うん、今日ね、今ここ、沖縄で一緒に出ていただける、そちらに今いらっしゃる池田さん。はい、池田さん、はい、社長の北条さんという方、うん、同級生で、ね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ね、ここにいらしていただいてるんですけど、あ、そうですね、もうね、そうなんですよ、血流の変わっているライブ、うん、門池さんのライブ今日初めて吸っていただいたんですよねそうですね、うん、僕らって言ったらねあれですけど、門池さんと自分なんかライブの現場だったんですよ。コンサート会場の全国各地の、うん、そうするとね、熱いね、ね、うん、そうすると 、うん、僕は今日ねライブでお届けしたかったんですよ、門池さん。なるほど言ってなかった。まだお酒飲んでないけどね。さっき電話したら、うん、え、今日ラジオだった？だってすいません。いや、本当にね、今リスナーの方に改めてお伝えすると、ドクター水素ボトルを今、うん、この放送中の宜野湾、沖縄県ではなくて新宿でたった今やっていただいてる、うんうん、その門池さんというね、はいはい、方がその血流が変わった、うん、ね、門池さんはあれです、うん、お体ね、もちろんいつもフェイスブックだともう背景が飲み屋さんばっかですけど、うん、なんか体具合悪くされたりとかはなかったです？ね、それはいろいろあるよ。あります、いろいろあるし、例えば、まあ、ゴルフ好きでね、でも最近は本当昔の20分の1ぐらいしかゴルフやってないけど、うん、いわゆる左手がの握りが、いわゆるあれ、バネ指みたいになったりとか、ね、最近やっぱ目覚め、まあ、目覚めが早すぎるというか、うん、5時間ぐらいで目が覚めて、その後もう一回寝ようとしてもなかなか寝つかれないから、うん、もう起きちゃえとか、そうになってきてるとこはあるけど、はい。ちなみに睡眠がご自身でもこう、うん、ちょっと浅いかなって思います？浅いかなと思う時ある。うんうんうん、あとまあ何、まあ、トイレにね絶対こう、あ、ほぼ1回起きるっていうのがあるけどね。ああ、私もそれは全然あります。あ、2回。あ、本当だからね、お見受けする限りね、うん、本当にもう門池さんって生き生きとねされててと思うんですけど、やっぱね、うん、僕も何べんも言ってしまうんですけど、もう痛いとか辛いとか、ましてや入院してとかっていうね方はもう見たくないもんだからね、うんうんうん、そうだね、水槽で一回吸ってみてですけど、うん、血流すごいですよね。すごかったね。最初止まってました。いや、動いてたけど、うんうん、なんだろう、パツンパツンと動いてるのが、うん、どん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 こう早く動いてきて、うん、血管も広くなった気がした。あ、うん、だんだん自分の血管がそのなんか人、岩に乗ってる人形姫みたいな感じに見えたぐらいこうだんだん形がこうはっきり見えてきたというか。素晴らしい、うん、ねえ、ですね、うん、ありがとうございます。門池さんがね、そちらにいらっしゃる、WHO の、ね、池田常務からもお話聞いていただいたと思うんですけど、はい、ちょっとの、はい、門池さんって70になりました？ね、いや、68。失礼しました。もうでも、まあ、でも、もうあと2年で、丸々2年でね、うん、先月の誕生日だったんで、丸あと2年で古希ですわ。あ、いや、信じられませんね、やっぱり。ねえ、本当めちゃくちゃ元気でいてほしいんですよ。うん、若い世代がね、やっぱり門池さん筆頭にどん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 数珠でつながってるじゃないですか。うん、うんうん、だからね、やっぱり昔のミュージシャンに会ってもね、門池さんお世話になってる、うん、お世話になったよって話聞くとやっぱりね、うん、つくづくそう思ったりなんかしてるんですけど、ちょっとね、うん、そういった60代、まあね、ご病気も含めてちょっとだけ、こちらのね、北条社長からね、コメントもらいたいなと思ってるんですよ。どんな病気があったりしてとかね、はいはい、うん、ちょっとそのまま待っててくださいね。う
ね、そうですね、やっぱりだんだんゴースト欠陥ってね、あの NHK なんかでも半年内で8回ぐらい特集をやるぐらい欠陥がだんだんこう年齢とともに細くなって短くなってくることで、うん、いわゆる成人病ですよね、うん、を引き起こしていくっていうことが、まあ、テレビでもう特集やったらすごい視聴率でもう何度も何度もこう取り上げられたんです、うん、ですからやっぱどうしても、まあ、私も若い頃はね体温36度5分とかあったんですけど、50になった時に自分の体温を測ってみたらもう35度台しかないんですよ。35度3分とかしか。ほいで困ったな、これほっといたらがんになっちゃうぞと思ってですね、でそれで水素吸い始めたらやったらめったらポカポカし始めて、で36度8分になってたっていうことがあって、まああのね、お医者さんは病気の原因は 95% が血流っておっしゃいますけれども、その血流を一番良くしてくれるのが水素なので、年齢とともにだんだんこう体中の機能が落ちてくる、臓器もそうですね、まあ、例えば膵臓の機能が落ちてくればインスリンの出が悪くなるわけだし、ね、あの例えば腎臓の機能が落ちてくれば、尿酸値が上がってきちゃったりとかするわけですね、そういったことが血流が良くなって元気になっていけば改善してくるってことにもつながるので、まあ、吸っていただくと皆さんあれがなったこれがなったっていう嘘のような本当の話になっていくわけです。うん、なるほどなるほど。なんかね、門池さんもあの僕も含めてなんですけど、うん、なんかこう、うん、すごい、うん、元気って過信してた時あったじゃないですか、うんうん、でもなんか自分のちょっとそういった体の弱さも僕はなんですけど最近認められるようになったんですよ、うん、俺もそうそうそう、なんかね、なんバカ冗談じゃねえって酒飲んでたのが、いやこれね、うん、あの結構体に来てるなってやっぱり、ね、正直思いますよね、うん、だからちょうどそのドイちゃんから連絡来た時は俺はこの1年とか2年ぐらいそれを気にしてる時だったので、そうだからたまたまそうやってよかったなと思うし、まだね、体験したばっかしだから効果的にはまだ分かんないけども、今ちょうど気にしてる時なのよ俺も。あそうですかそうですか、ね、いろんなね、サプリメントもあるし、なんか1個ぐらい買おうかなとかね、そういう思い始める、あと何、体力作りとかさ、やっぱそういうふうに思ってるね。わかります、はい、僕もね、あの門池さん結構あのサプリね、いろいろアマゾンで買って試したりとかしてたんですよ、正直何も聞かなくて、結局俺かかってないんだよそうですね、かかってないのよ、何を買えばいいのかね、どれくらい時間かかるのかっていうのは分かるから、考えるから、でこれの今日ね、あの池田さんからに体験した時にはあっという間に血流のが通るのが分かってびっくりしたぐらい、なんかあの僕もね受け売りになっちゃいけないんですけど、もう相当高額のものだった、その世界水準のね、スペックのものであって、実はアマゾンとか検索すると水素ボトルいっぱい出てくるんですよ、安いのが。それね、あの今門池さんが下の方からプクプクって出てますでしょ、それはある程度出てるのもあるんですって中には、ただ吸引する状態になった時に、99999ppm も出てるのはそれだけなんですよ、要は水素ガス発生はある程度させるんだろうけど、あのね、再結合を起こしてですね、酸素と水素の分離がきれいにできないで、両方ともダッと出してしまうから水に戻っちゃってて、鼻のところまで水素が全然高い濃度で来ないっていうのが今までの水素の機械の問題点だったんです。みたいね。はい。そこをきれいにうちは分離できて、お尻から酸素を強制的に捨てて水素だけを拾い上げたっていうところが、まあ、皆さんのこのびっくりするような成果につながったっていうことなんですね。僕門池さん、あのありがとうございます、何年ここはね、何年も経ちたくないんですけど、もう、息子もまた大きくなってね、あの連れてね、あの今度は東京に行った時 ね、元気な姿でお互い肌ピチピチで飲みたいと思ってますからね、だからあの体のね、悪い人悪くなってからでもね、ある程度いけるんですけど、やっぱり本当予防、最近もね、僕は本当予防していくに越したことないなってすごく思って、そう言えるね、はい、じゃあね、門池さん
た。本当にね、うん、ありがとうございます。ちょっとねラジオの番組としては一旦ねあのここで、うん、あの失礼しますけど近々またご連絡 LINE、うんはいはい、とかでさせてくださいね。はい、はい、分かりました。ありがとうございます、うん、引き続きそちらでは池田さんと、はいうん、あのこの LINE を見てよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、バッドミュージック代表取締役ます門脇光則さんをお迎えしました。じゃあ一旦 CM 入りましょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の話ということでね、11月に入りました。なんかちょっと朝が肌寒だって肌寒良くなってきたね、沖縄でもありますけれどもね、先ほどね私も本当に長い間大変お世話になって素敵な仲間と言っては失礼ありましたが年齢間違えちゃったね、10年先輩でした、うん、68歳、ね、バリバリの、バッドミュージック代表取締役門脇光則さんね出ていただいたんですけど、なんかちょうどいいタイミングだよって言ってもらって嬉しいんですけどね、心臓ドキドキの北条さん、僕やっぱりねあの改めてあの伺いたいんですけど、こうちょっとねやっぱりしばらくお会いしてなくて、僕はずっと沖縄で、北条さんも全国ねいろんなこう方々のお悩みね苦しみご相談に乗ってらっしゃるじゃないですか。なんかこうトピックスというか、うん、人ってあれだよなみたいな、なんかエピソードお土産話、そうですね、うん、このまあずっとね私もほとんど1ヶ月出張してるんで、本当にいらん、沖縄に住もうかなと思ってるぐらいで、で、先月は北海道行ったりとかねしてきたんですけども、新潟の方だったかな、ちょうど先々月1ヶ月前に、心臓がやっぱ辛いんですという方が来られて、心臓どうですかって言うから、まあ心臓にもねあのいろんな心臓の症状っていうのもあるんで一言では言えないんですけど、良くなったっていう人多いですよっていう話があって、で、まあ、その方はやっぱり発作がどうしても出ると、でニトログリセリンもらってると、あそれは大変ですねっていう話をしたら、じゃあ、まあ、もしね発作が出た時にニトログリセリン片手に握りしめたままでいいから、もし辛ければ飲んでいいから水素試しに吸ってみてくださいという話をしたら、ついぞこの1ヶ月間飲むことはありませんでしたっていうふうに言っていただいて、そうそうそう、飲まずに済んだんですって言って、で今日はニトログリセリン仲間を連れてきましたって言って、もう命の恩人ですっておっしゃってるわけですね。そんな方もいらっしゃったり、あとねちょっとお伝えしたいのがね、ペットでも結構いいんですよ。なんか先生氏ですけど、笠井さんね宇宙の、うん、宇宙層の方なんかペットのお話出てましたけど、はいはい、ね、ちょうどね先月沖縄に来させていただいた時に、このだからラジオが終わった後だったんですけども、うん、ワンちゃんがね愛犬が心臓がやっぱ悪くて、で、手術をするには250万かかるっつって、神奈川のね横浜の方の病院で手術を、まあ、手術してくれるところも少ないんだけれども、うん、250万の手術を受けなきゃいけなくて、それでも家族と一緒だから、うん、行ってくるんですっていう話をされてる人がいらして、たまたまね、まあ、我々がこう普通に吸う時にこのカニューラっていうんですけど、これを鼻にチューブをですね当てるんですが、それをワンちゃん用のものをね私どもで作ってるんですよ、手作りなんですけどね。でこれをちょっと試しにそのねそのぜいぜい言ってても苦しそうにしてるワンちゃんだったんですけど、ちょっと吸わせてみましょうって言って吸ってもらったんです。説明会説明会に連れてきたの、ワンちゃんを。で、ぜいぜい言ってるわけですよ。でも、ちょっと待ってくださいよ。はい、ワンちゃん
に吸わせようとしてきたじゃない。じゃない。ただ可愛いから連れてきただけ。だからですよね。でもその時にワンちゃんの話になって、で吸わせたんです。すごい出会いが。試しに吸わせた。そしたらね、30分ちょっとかな吸わせたのは。あのちょっとこうなんていうかな、ジュース飲むカップみたいなのを改造したようなタイプの、こうカポッとこう鼻に当てるような感じので吸っていただいたんです、ワンちゃんに。ワンちゃん様に。はい。で30分吸わせて、ちょっとその子にあの、まあ、別の場所でこう待機してもらったんですけど、説明会がそこからまあ2時間ぐらい経って終わって、ワンちゃんの様子見たら普通になってるんですよ。それまでぜーぜー言ってたのが。ちなみにそのワンちゃんはこう ちっちゃめ、ちっちゃいちっちゃ いチワワ系ですね。抱っこして抱っこして、はい、そう言ってたような、そうそう、吸わせるようなね、こう、はあ、当ててあげるような感じで吸わしたんですよ。でただ個体が小さいんでね、はい、人間よりも非常に反応が早いってことはもう前から言ってるし、あの、ね、よく動物実験なんて言葉も言われますけれども、はい、うん、それだけやっぱり反応が、個体が小さい分だけ早く起きたみたいで、普通になっちゃったんですよ。でそれ以来ね、またそこから1ヶ月近く経ってるんですけれども、その間に聞いたら、いやちょっと手術見送ろうかと思ってるみたいなこともおっしゃってるようなので、もしねこれもこのまま改善できたらね、250万浮くことにもなるし、ワンちゃんも何より楽になるしね。やっぱり手術って怖いですから、うまくいくとは限らないんでね、まあ、そういう意味ではねお役に立てたのかななんてことはこの1ヶ月でありました。ワンちゃん初めてですね。ワンちゃん、あの結構ね、意外とでもあの個体が小さいんで、来月お呼びする方もね、ちょっとワンちゃんの話がありますので、うん、あ、はい、素晴らしい。いやいや、あの本当にね、あの宇宙葬ではないんですけど、あのペットもね、ご家族だっていう認識、愛玩動物って言ったって家族なんだ、そしたらまたあのちっちゃい、ね、ペットちゃんとの負担かかりますよね。そうですね、ね、ね、見てると可愛そうですね。そっか、いやいやね、うん、そのね、やっぱり大好きなワンちゃんをが助かっていくというか良くなっていくのをね見て、やっぱりいいな、なんか想像すると、うん、うん、ね、でワンちゃんもね口には出せないけど、もしかしたらですよ、うん、言葉にするとなんかちょっとあれって思ってるかもしれませんね。ね、もうあのベロを出してへーってなってたのが収まってるんですよ、普通になってるんですよ。あ、いや全然変わっちゃった、見た目が変わっちゃったんですよ。ねえ、それこそ本当に嘘のような本当の話、本当の話がねえまたずっと続いていきますね。はい、そんなわけでね、今週もね嘘のような本当の話、とっても、もう私も懐かしいね先輩と、それからワンちゃんにもね、うん、優しいね、良くなっていくんだろうなという水素ボトルの話ね、ドクター水素ボトルね、WO イーストね、ホームページ見てくださいね、キャンペーンもやってますからね。はい、そんなわけでね、また来週お届けしたいと思いますけれども、今日もね、WO イーストのね代表取締役、北条政宏さん、ありがとうございました、はい、また今度ね来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。